今回もドルフロキャラ解説やっていきます。今回紹介するキャラはこちら、星さんのショットガン、M500 だぜ。久しぶりのショットガン娘ね。それはそうと、このキャラを見て何か思うことはないか。いきなりそんなこと言われても。それじゃあこのキャラと並べてみるとどうだろう。これは、IDW、なんかどことなく似てるよな。主に毛も耳のところが、全体的なイメージもどことなく IDW に近いものを感じるわね。しかし IDW と決定的に違う点が一つある。そこも踏まえ紹介していくぜ。まずは人形効果から見ていきましょう。人形は範囲のマシンガンに火力 18% アップというもの。火力 18% アップはなかなか高い数字よね。しかしながら、現状でもより高い倍率を持つキャラは存在する。その上人形の範囲も使いにくいと言わざるを得ない。一般的にマシンガンとショットガンを合わせる場合、マシンガン3のショットガン1、ハンドガン1の構成が一般的だが、この範囲ではその構成にマッチしないためちょっと微妙という印象だぜ。ちょっといいとこないですね。一応ショットガンを2人にする場合、M1014 と合わせると火力バフが重なっていい感じになる。いい感じ。だが一般的な編成とは大きくかけ離れてるため、あまりおすすめはできないぜ。次はスキルね。スキルは一定時間防御 60% アップさせるスキル。現状このスキルを持っているキャラは M590 とこのキャラしかいない。そう考えると結構貴重な存在だよね。しかしショットガンのスキルは総じてほとんど使われない。マシンガンの火力で数秒で戦闘が終わることがザラのため、スキルの活躍はあまりない。もしこのスキルが発動までの時間が短ければかなり強かったかもしれないが、一応発動さえすれば星5相当の防御力になるから、なので M500 は現状でもかなり不遇なキャラと言っても過言ではない。しかし、それらの問題はどうでもいい。あ、この流れどっかで見たことある。M500 のビジュアル、これだけで育てる理由になる。見よ、このザ・アメリカンの美少女。めちゃくちゃスタイルがバッチグーなんですね。へそ出しホットパンツに魅惑の生足、バッチリ見える鎖骨部分、そして毛も耳と尻尾。性癖にぶっちっぱすること間違いなしね。その上胸部走行も非常に重厚で、かなりの戦闘力を感じさせるぜ。まさにアメリカの美少女といえばこれ、を体現した存在ね。そして視聴者も気になっているであろうこの毛も耳の正体。これはなんと犬耳、なので IDW とは双璧をなす存在と言える。髪色も相まって、どっちかっていうと狐っぽく見えるわよね。そしてチラリと覗く刃とこの屈託のない表情、非常に快活そうな女の子という感じして大変グッと、性格も非常に快活でフランクに接してくれる。勘違いさせそうなキャラの中でも上位に食い込むぜ。しかしあまり自分に自信がないのか、制約ボイスではからかわれていると思うほど、M500 ちゃんの可愛さを理解できるのは私だけなんだ。中小イラストではきっと敵を睨む眼光が非常にかっこいい。最後まで諦めない、そんな彼女の性格が伝わるようね。しかしあらわになった8切れんばかりの果実は司令官に効果抜群。困難者爆不可避。追加衣装がないのが本当に残念だが、これだけでも司令官の心をつかむには十分。気になった司令官はぜひとも育ててその可愛さにもだえるといいぜ。ここからは元ネタ解説ね。最後までよろしくお願いします。 M500 はアメリカのモスバーグ社が1960年に開発したポンプアクション式散弾銃だぜ。ポンプアクションって何？銃のフォアエンド、あるいはフォアグリップを手動で前後にスライド往復させて弾薬を装填排出する作動方式のことだぜ。わかりやすく言うと、ちょっといい水鉄砲で発射するときにガチャガチャやるだろ、あんな感じだぜ。さて M500 は有名なレミントン M870 ショットガンと並び、アメリカを代表するショットガン。しかしながら M870 の後発製品だけあって操作性はこちらの方が優れているぜ。例えばセーフティはグリップ上のレシーバー、スライドロックはトリガーガード後方にあり、いずれもグリップを握ったまま左右どちらの手でも片手で操作可能だぜ。また重量もアルミ合金を使用し、M870 と比べてやや軽量だぜ。そして最大の違いは M500 の宣伝文句。宣伝文句？世界で唯一米軍の軍用規格に合格した、ポンプアクション、ショットガンだという点。これが M500 の最大のセールスポイントだぜ。なのでその性能と耐久性は折り紙付き。アメリカ陸軍、海兵隊での使用が見られるぜ。確か海上自衛隊でも、ステンレスモデルが採用されていたりするわね。ちなみに彼女が使用しているモデルは 8.5 インチの重心に6発ハイチューブマガジン、ストックなしのピストルグリップ、ドアブリーチ時に銃口の破損を防ぐマズルブレーキを取り付けたモデル。特殊作戦なんかで使われそうなカスタムになってるね。ちなみに1970年にさらに耐久性を向上させた新モデルが登場。これがこのゲームに出てくる M590 ちゃん。次回はこの子について解説していくぜ。あまりにも自然な告知。
私でなきゃ見逃しちゃうね。こんな感じだったぜ。それでは今回はここまで。よかったらリクエスト、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。